中華人民共和国における地球行政区の分布図は地球史。地球史は中華人民共和国の地方行政単位。地区、自治州、名とともに二級行政単位を構成する。小クラスの行政単位と県クラスの行政単位の中間にある地区クラスの行政単位である。地方によっては区級史と呼ぶこともある。 1983年11月5日に制度化され、地区から地球市への改変が行われた。地球市はその内部に都市部の何倍もの面積を有す農村部を内包しており、厳密な意味での市とは定義を意味する。地球市は地区の後ろ身であり、下部に、市家地区、県、自治県、旗、自治機、特区を管轄し、また研究市を代理管轄している。 これまでの地方行政区画再編成の結果、雲南省、紀州省、青海省や新疆ウイグル自治区、内モンゴル自治区以外の地域では地球市の比重が増加傾向にある。今現在、中国は293個の地球市がある。一般に都市部には地下区が設置される。都市化が進んだ地域では地下区のみで構成される地球市も存在している。 現在下記の3種類の地球史が存在している。四角区、県、自治県、旗、自治機を管轄し、研究史を代理管轄する、地球史。四角区のみが設置され、県、自治県、旗、自治機は存在せず、また研究史を代理管轄しない、地球史。四角区、県、自治県、旗、自治機は存在せず、また研究史を代理管轄しない、 地球市。これらは株に直接街道、賃、砂糖を管轄するために、自家トンズ司とも属称される。地区が地球市へ改変される基準は次の通りである。都市部の非農業人口が25万人以上いること。地域の生産総額が2億人民元以上あること。第3次産業の比重が第1次産業を上回り、GDP の35%以上あること。 2020年12月現在、以下の293市が地球市に設置されている。ありがとうございます。